はいはい、ちゃんと働きますよ。いや、待ってたよ。お宅が来てくれるのをさ。で、どうよ、腹は決まったかい？決まってない。あ、やっぱり。まあ、いきなり言われてもね、決めらんないよねえ。そう思ってさ、今日はお宅にちょいと昔話を聞いてもらおうとわざわざ来てもらった。一輪を恐れぬ不定な輩ども、火の力により罰を受けよ。卑弥呼様のお告げ通りここまで来たのに声が聞こえなくなっちゃいました。もしもし、卑弥呼様？すべての事象は我が盤上にある。新たな駒、試してみるには良い機会か。カンナギよ、この秋には光を集め卑弥呼の再来を招く伝説がある。我も一度尊厳廃したが、
光を集めているところへ。え、本当ですか？それならまたお声が聞けますね。モンさん、私もお手伝いします。ゾンガを使えるかも。いや、我が毛利の兵の話。いつの間に。サスケ、恐るべし。負傷者を連れて交代せよ。捕虜にだけはなるな。うわぁ、やめてください。これはミミコ様をお招きするための光です。罰が当たりますよ。主の名に恥じぬよう狂うことこそ我らが務め。サスケ、もういい、引け。わかってるって、大将。ま、考えとくわ。進め！手柄は早い者勝ちだ！拙者も負けてはおられませぬ。ほらほら、しょんぼりしてちゃダメですよ。はい。どうでもいいな、奇策もいいな、どうすればよいのだ。俺様の読みが正しけりゃそろそろ反撃来そうだね。愛家を守るが将の務めよ。いざ反撃の時が訪れたか。では行くぞ、イナロッシュ。足利方、我らはあくまで毛利軍、元就様の私兵よ。戦で私、誰を信じればいいのですか。あの人、さては悪い人ですね。モリさん、私がズバッと殺して。カンナギよ、日夜と卑弥呼の加護でござる。了解です。卑弥呼様に代わりお仕置きですよ。手ごまにしておいて静着であった。ちょんまげが足りなかった。卑弥呼様はあなたを懲らしめろと言ってますよ。そう、卑弥呼様ってのがうさんくさいんだってば。平凡だ主人か。そろそろ恐ろしくなってきた。忍びってやつはさ、絶好は任せてください。俺ができるのはそれぐらいだ。あなた方に下る神罰はギクッとぎっくり腰です。もはや駒にもなりえぬ。あなたのような人にお天道様の力は使わせませんよ。引っ越し召しません。やっ元就様、雲が日輪を覆い隠してしまいました。これでは大鏡が使えませぬ。小娘の仕業だというのか。我が盤上になき行動は慎め、カンナギ。一点無駄か。我は日輪の申し子、眩しき光にひれ伏せ。あの方にとってみれば将も増強も大差あるまい。武田誉れは盛況最強日本一ときたもんだ。あ、晴れちゃいました。また悪だくみですね。私負けません。飯、えい、ー、
用なしが削れたか。これで兵糧を抑えられる。小娘、我と張り合うぞ。照らしたまえ日輪よ。貴様に拉致を明けました。さあお急ぎよ。おお、元就様のお力で再び日輪が。聞こえん。サスケ、震えよ。俺も震う。この暑さだけはさすがの俺様も付き合いきれねえわ。小賢しい。寺玉凛、これって運命の出会いかもよ。めぐれ俺たち、たぎりのままに。あるっ、やれちゃうかな、これ。おお、最後の陣に守り手を集めろ。とにかく急げ。寺玉凛、お隣様が高らかに歌っていただろ。おのれ、ざれ言を。なんか悪い方へと転がってってるような。俺も手柄を立てて、いつかは大将みたいに。寺玉凛、何をしている貴様。日輪の加護を受けてそれか。はい、すみませぬ。それはどうして我が策に陰りなし。尻尾をつかまれたらググッと力が抜けちゃうかもよ。寺玉凛、言うな。今日の戦もみんな一緒だ。貴様との馴れ合いなど。悪いことをしたらごめんなさいでしょ。ふん、小娘に詫びなどごめん被るわ。はい、よくできました。そうそう、素直が一番です。これからは卑弥呼様にも様をつけてくださいね。もう良いわ。幾百万、もはや貴様は我ら毛利にとって差し去る価値もないわ。情報の切れ目が縁の切れ目ってか。我が秋の地を汚せし死してあがなえ。ヤバくなるのは一瞬だ。気に抜けないわ。我が策の内を知った者、生かしても行かぬ。続けてもいいけど、オタク死ぬ。日輪よ、我をも駒と捨てるか。おー、しまいっと。じゃ、行かせてもらうわ。意外と背負ってるものが大きいんだよね、俺様。はい、手な具合で。今頃は豊臣を追われ。はい、てな具合で所詮はここまで。天下創生の御事乗りなんていう突然の無茶ぶりにも、我が甲斐武田は見事に立ち回り、天下統一への第一歩をどさくさ紛れに踏み出したのでございました。と
どうだいこのつかみ、バッチリ引き込まれたんじゃない？え？総大将の活躍が少なくてもったいない？そりゃ仕方ないさ。総大将ってのは一番後ろで国を守るのが役目だし、予期せぬ乱世の到来にもまるで慌てずどっしりと腰。はいはい、どう？ああ客か、もてなしてやるよ俺たちが。教えてやるぜわびさびをな。待て、止まれ、サビスケ。あっちゃー、またヤバい人かなこれ。悪いけどあんたを武田には近づけさせないぜ。ダメです、それ以上僕に近づいては。この心、あなたは傑作だろ。こいつには入ってくるのさ、お前の頭ん中がな。黙れサビスケ、やめろ。僕はこんな戦いしたくないんだ。あ、俺が立ってやってんだろ矢面。お前じゃすぐにやられちゃう。とまあこんな感じで順調に進んでったわ。軍師により。とまあこんな感じで順調に進んでったわけさ。え？真田の大将ってのがなんだかものすごい？わかるか。実物はもっとすごいじゃない？話じゃ伝えきれないんだけどさ。いやなんつうか、とにかく熱いんだわ。変なとこでつまずいたりもするけど、基本的に何が何でも突き進むってな人だし、俺様としても見てて飽きないね。面白くってさ。あっと話を進めなきゃな。この辺りからがまた盛り上がってくるんだって。来ましたね。いつの間にやら囲まれておりまする。恐るべし軍神、キリスら我が者として操るか。あるいはこのモヤこそ、そなたたちのまた半門を越えたわけです。もはやためらいなし。皆の者、我が宝具となりて、カササギを撃て！さあ、左右の陣を引き立てろ！俺らを落とされれば、ハサミを撃たれるのみぞ！とにかく目立つ！絶対目立って主人公！散りゆく人も、まあ、やったー！俺は目立ったー！ん？今、誰かいなかったか？これって、運命の出会いかもよ。やられちまうなんて。
それがしが本性かどうかその身で確かめるがよい。毘沙門天の加護ぞある。花から私に任せておけばいいものを。皆の者、宝刀となる。霧に紛れる影と敵を惑わせるのだ。ただ、ユーちゃん、断言しよう。この世で最も高潔なるは剣心様と。それがし、いつかあなた様と肩を並べてみせまするぞ。案ずるな、軍神のご加護を信じるんだ。見てたかい大将。我らが奮い立たねば最後の場まで失うぞ。お主と真剣勝負がしてるそうだったぞ。さすがこの怒りは散りゆく者の慰めたらぬこと。剣心様、あなた様の震われる宝具の中に私が。無論です、美しき剣。毘沙門一の刃として全て打ち伏せよ。あの、私など最良の宝具と語ってくださった。草木をにじらぬよう追い払います。合戦です。最強最強、俺様最強。一緒に外回りしようって件考えてくれた。返事は。するわけないだろう、このバカ猿。雪は好きだ、凍えてなのおかしいぞ。あの方が温めてくれるから。戻りなさい、美しき私の宝具。しとやかにめでられることもまたそなたの務めです。承知いたしました。剣心様、どうかご分を。必ず無事に戻り、この私を。ちとやりすぎじゃぞサスケ。おお、はずだ。我らは迷いに打ち勝ったのだ。気づかぬまま武士に語りかけてしまった。全万体剣の劣る鎧となれ。よい、三人が押されております。大将よ、援護を。連領と茶配置絶対戦。ほら見えたの。この場こそが日の本一の戦線やもしれませんな。
この日のも乗り越えし者たち、宝具ならぬこの身でそなたたちの意志に報い、あんたは春日に貸せよ。いや、聞かなかったことにしてよ。そなたも優しき忍びなのですね。佐藤さずみはいられぬ。続けてもいいけど、オタク死ぬ。一条の春の夢、おーし、参った。来ただろう。え、真田の大将のことをもっと知りたいって。さっきの話、俺様八面六臂の大活躍だったんだけど、まあいいや。はいはい、大将の話ね。大将の凄さの一つは、確実に成長していこうとするその我慢強さにある。歩みは決して早くはないけどね。今回も親方様の民を支え導くって姿勢を、厳しい戦が続く中でもじっくり学びものにした。ま、そんな青臭さがあだになって石っころにけつまずいて盛大にすっ転ぶんだけどね。そうそう、こんな話があったっけ。え、おえら型もいいけど、そろそろ猿の活躍も聞きたいって。そうかい。そうだな、オタクがそこまで言うなら、じゃあま、あの話しちゃおっかな。うん、うちら武田にはさ、ちょいと厄介な敵さんがいてね、飯野屋城主の井伊直虎って人なんだけど、この人がうちの道場を乗っ取ろうとしてるって情報が入ってね、かの有名な武田男道場をだぜ。まあ有名だけど、んなもん乗っ取ってどうすんのって思うじゃん。だから俺様、いや、一匹の猿がその真偽を確かめるためにやっこさんの城へ忍んだって話。そんなの猿にとっちゃ正直ちょろい仕事さ。だけどそこにとんでもない相手が現れたんだ。はいはい、どう。やはり現れたか、武田の忍び。おんぶれ武田め、こそこそと卑劣な。あり？なんでバレちゃってんの？俺様がヘマしだね。いやいや、まさかまさか。すんません、こんなことあんたに聞くのもなんだけど、どうして俺様が来ると分かった？そんなもの前もって知っていればいくらでも備えはできる。女とて侮るな。暑苦しければ腕も打つ。ああ、いやだいやだ。いや、だから俺様が来るのはどうやって事前に知ったかを聞かせてもらえるとありがたいんですけど。答える道理はないな。だが私の元までたどり着けたら教えてやらなくもな。ああ、なるほど。
そういう面倒くさい性格の人なわけね。ところで、あんたうちの道場欲しがってるって？あんなの手に入れてどうしようってのさ。あの道場は男どもの聖地。それが女に奪われたとなれば、男どもも大きな顔はできない。え、それだけ？いや、まさかね。女たちの時代は必ず訪れる。ナオトラ様が切り開くのだ。させないってだけや。それだけだ。ああそうなんだ。俺たちじゃどうにもならねえんじゃねえかな。お前の分を祈ってやる。はい。男衆と一緒にするな。私たちの方がはるかに強い。さっさと終わらせてのんびり暮らしたいね。次は私が相手してやる。逃げるなよ。俺たちが不甲斐ないせいだ。くそ、すまない。ナオトラ様、素敵な夢を。ナオトラ様はご無事か？あ、よし、なら男衆ね。相変わらずお荷物すぎる。女衆に任せたいところだけどね、俺たちとしては。乙女は倒れても倒れても起き上がる。何度でも。掴まれたらググッと力が抜けちゃうかもよ。大人の勝負と言って、熱苦しいのを嫌いでね。お前が言うな。何のことだ。暑苦しくなくかつ勇敢に戦うってできるもんなの？仕上げをドロージロってか。やれてるんだな。一応伝えとくけど、親方様にいい家の敵対心はないぜ。
でも調子に乗りすぎると。そら来た。それは脅しか。脅しだな。いやいや、そういうんじゃないって。もっと平和に解決的なあれだって。あなたなどには負けなくてよ。様はさて、名前はまだない。だ最近俺、あのお方に叱られたくて戦に出てる。そんな自分に気づいちゃったのよね。こぼれか。おとこしゅ、替えのなぎなたを持て。合点です。俺様の読みが正しけりゃ、そろそろ反撃来そうだね。進んで尻に敷かれるのも円満には必要ってことよ。こんにちは。たどり着きましたよっと。じゃあ早速だけど、さっきの質問に答えて。悪い。確かにあんたを侮ってたよ。まさかこんな手を隠していたとは。いや、私は知らない。 なぜ本田がここに。はい、俺様の勝ち。さて話を聞かせてもらおうか。おーしん。大将から。はいはい、どう。女大将はともかく、本田までけしかけるとはね。恐れ入ったよ、共有の旦那。完全に。のいたか。と思えば戦国最強の官民は剣にこそふさわしい。いつか俺もあの方に三番を回してもらえるか。
風の悪魔、北条の隠居後は行方知れずと聞いてはいたが、フクロウに飼われてやがったとは。たとえ我らを超えたって、義輝様の権威に絶望するのに。それに、前にも増して闇が深くなってやがる。いや、何もない。無駄。松永が、お前をそんな風にしちまったな。素晴らしいな、風魔を完璧のついたるものをその領域へ導くにはやはり敬が不可欠だった。風魔をおもちゃにして5万円つってわけだ。気に入らないね、オタクのそういう趣味。風魔、お前とはやり合いたくないね。今のお前は悲しすぎるよ。認めたくないものだ。包丁に陰りありなら、火の元の森人たる俺たちがこんな簡単に。忍びは元より道具さ、使われてこそ価値がある。そういう存在だが、おもちゃじゃない。どこかのバカを喜ばせるだけの下びた道具になり下がっちゃうからね。無駄だよ。ケイが先に表した通り、彼にはもう何もない。ただひたすら戦い、自らを磨き上げてゆく。それがかろうじて残された彼の意志だよ。そうあんたが仕向けたんだろう。やったな。それでこそだ。私は彼から感情をもらい、役割をただ一つ送った。それは彼自身が望んでいたことでもある。なるほど、彼の育成材料のつもりで K を選んだが、より至ったのはやはり飯の屋に本田を呼び寄せてぶつけたのは俺様を試すためだったってわけ。彼をおびき出すには少々手間がかかったよ。だがこうしてその苦労も報われた。喜ばしい限りだ。あとはケイが風魔に代わり私の望みを叶えるのに。できたる男、忍びの極みで超えるがいい。俺様があんたの望みを。違うな、よしてる子、権利を狩ろう。無から生じた混沌を。これで休めんだろ。寝てな、風魔。優れた道具は使う人間の技量を問う。お宅に風魔は過ぎた道具だったのさ。私のような一変説ですら銀を求められる。それが足利だ。黒みはついえたか。いや、存外その方こそが楽しんでも。あのさ、その手のごちゃごちゃした話もうどうだっていいんじゃない。俺様は忍びの技の全てを駆使してオタクに挑む。完璧なオタクはさてどうする。そう、その方の思考の妙技を学ばせてもらうとしよう。世にも使える技だといいのだが。なったって使うだろ。俺様の
どうだ、忍びの技世にもできたぞ。参ったね、こりゃさすがの俺様も驚いて間の抜けた面しちまったけどさ、オタク忍びをコケにしてどうなっても知らないよ。忍びの割には働いたんでない？その時代は千年の時を超えて繁栄を極めるのであった。